おはようございます。お目覚めはどうですか今日も素敵な一日が始まりました。あなたに送るバイブルからの言葉、尊いのは愛によって働く信仰だけである。私たちが不信仰でも、 神は私たちを信仰を持って見守ってくださっていますすなわちあなたの中にある神が与えてくださった永遠への思いまたあなたに与えられている神からのギフト賜物神様はそれを知っておられまたあなたが挫折し沈んでしまうこともよく分かってくださっていますこの方はあなたと一緒に 泣いてくださる方、喜んでくださる方、この方は愛に満ち溢れています。愛を持って私たちを見守ってくださっている方、私たちもこの方を見上げながらその愛を感じ、信仰によってその愛を表していける人一人となっていけますように。そのようにあなたはなれます、愛されてます。g g スはそのために十字架にかかってよみがえってくださいました。そのことを忘れずに、 このイエスを見上げて心に感じながら素敵な一日を過ごしてください。Have a good day!